おはようございます。7月22日木曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田駅がお伝えします。まずは9時の予想天気図からご覧ください。現在台風6号が発生しております。現在先島諸島にこちらの台風が近づいておりまして、この後も雨風の強まり要警戒となります。その他本州付近は高気圧に覆われて広く日差しが届きますが、湿った空気が流れ込みやすい西日本の太平洋側では雨が降ります。そして東日本や東北の山沿いでも午後は急な雨、そして雷にお気をつけください。では改めてお天気アイコンで見ていきましょう。台風6号の影響で南西諸島では荒れたお天気となりそうです。雨風の強まりや波の高まりに注意が必要です。またこちらの台風ですが進みがゆっくりとしているため影響が長引く恐れがあります。大雨による道路の冠水や土砂災害の発生に警戒をしてください。その他本州付近では広く日差しが届くところが多くなります。ただ西日本の太平洋側では湿った空気が流れ込みやすく雨が降る可能性がありそうです。特に宮崎などでは雨が降ったりやんだりしますので、外出の際には折りたたみ傘をお持ちください。また東日本の内陸山沿いや東北の山沿いのエリアでは雷を伴い雨が降る恐れがあります。洗濯物の外干しをされる場合は空の変化にご注意ください。各地の気温を見ていきますと、このように30度を超える真夏日のところが多く、中には猛暑日となる地点もありそうです。連休初日もしっかりと熱中症対策を行うようにしてください。以上、22日の全国のお天気をお伝えしました。